シンノンブルウイルスの電子、顕微鏡像ハンタウイルス肺症候群、ハンタウイルス心肺症候群は、南北アメリカ大陸に生息する、血脂類を自然縮主とする、ハンタウイルスによって引き起こされる疾患である。1993年にアメリカで初めて HPS の原因ウイルスである、シンノンブルウイルスが同定されて、以来、2000名以上の HPS 患者が、 報告されており、多くの HPS 関連ハンターウイルスが見つかっている。原因ウイルスは、北アメリカ大陸では主にシンノンブルーウイルス、南アメリカ大陸では主にアンデスウイルスのグループである。新世界、ハンターウイルスの種によって、病原性が異なり、基本的には、人から人への感染はなく、ウイルスを保有した血種類からの感染であるが、 南米のアンデスウイルスのある株は人から人感染を起こして問題となった。ブニアウイルスかハンタウイルス属に属するハンタウイルスのうち南北アメリカ大陸に存在する新世界ハンタウイルスの一部が HPS を引き起こす。蒸気のもの以外にも多くの新世界ハンタウイルスが種としてイドブに登録されている。初期症状は風邪の症状に似ており、 発熱、筋痛、保管、大きい、嘔吐、下痢、倦怠感が見られ、関節痛、肺痛、胸痛,痛、腹痛、咳、喉痛、頭痛などが見られることもある。臨床的には以下の5つのフェーズに分けられている。HPS は急激に症状が悪化することが知られており、肺水腫を伴う呼吸困難を引き起こす。最終的な死因は、肺水腫ではなく、 心源性ショックとされている。現在、ワクチンや有効な治療法は確立されておらず、対象療法にとどまる。検査所見としては血小板減少、白血球増加、血液濃縮が特徴的である。心ンブルーウイルス感染患者の病理学的検査により、肺、腎臓、心臓、脾臓、膵臓、リンパ節、骨格筋、腸、腹腎、脂肪組織、 膀胱脳を含む様々な臓器にハンタウイルス抗原が分布していることが確認されている。ありがとうございます。